草ポケクラー。というわけで今回も草ポケクラ遊んでいきましょう。あのペル君伝説のポケモンが平原に出てきていますけど、いつものことじゃないですか。いつものことなのか。とりあえずいつも通り草を刈るところからスタートなのかな。いえ、その前に一つやることがあります。おっ、それは今までになかったことだぞ。コマンドを一つだけ使います。コマンド入力で、このコマンドを使うとダイマックスバンドが装着されます。え、もう装着されたの。お、装備にダイマックスバンドが追加されてる。今ので外してます、主さん。いやいや、外しちゃダメダメ。本当だ、左腕にバンドが巻かれているな。ピクセルモンの世界はメガ進化は廃止されていないけどさ、一度にメガ進化とダイマックス両方使えるってこと。いや、二つの併用はできないですね。さっきの装備欄でメガバンクルかダイマックスバンド、どちらを装着するか選びます。なるほど、さすがのピクセルモンでもメガ進化とダイマックスのコンボはさせてくれなかったか。それじゃあ草刈りを始めましょう、主さん。もうとっくに始めてますけどね。今回草から出てきているのはエンダーアイか。エンダーアイでもいつものエンダーアイとは違いそうだな。いろんな種類のエンダーアイがあるし、今回はあれか、いろんなエンダーアイでエンドゲートを作って様々なエンドラを倒そうみたいな。そしたらポケモン関連ゼロじゃないですか。でも伝説のポケモンはいつも通り平原から出てきているしな。今回伝説のポケモンは背景なのかな。いや、今回の企画にちゃんと関係してますから。今回のエンダーアイは10種類あるので、揃うまで草を刈っちゃいましょう。あ、出てくるのエンダーアイだけなんだ。となると草刈りは今やったら今回は終わりなのか。うん、今回ちょっと刈る量少なめで残念だな。満足いかなかったら撮影外で刈り尽くしてください。それで結局このエンダーアイの正体は何なんだ。巨大マックスするポケモンを召喚するアイテムです。なんだと、このエンダーアイそんなにすごいアイテムだったのかよ。ていうかピクセルモンに巨大マックス実装されてたんだな。最近のアップデで追加されました。今回はポケモンを巨大マックスさせて伝説のポケモンを倒しまくろう。イエーイ。そのための伝説のポケモンだったのか。今回は各ポケモン一人ずつで伝説のポケモンを誰でもいいので倒してもらいます。誰を倒すかはタイプ相性などで主さんが選んでください。それじゃあまずはリザードンからだ。巨大マックスポケモン召喚アイテムを使うと同時にマスターボールが与えられるので、そのボールを使ってゲットしてくださいね。良心設計だなこのアイテム。みんなにもプレゼントしたいぐらいだよ。非売品なのでね。お、手持ちにリザードンが入ったぞ。珍しいメスじゃないか。そっちですかい。性別の隣に巨大マックスできるマークがついているな。これが巨大マックスできるという証拠となっています。技構成はランダムなので、思い出しおじいさんを駆使してカスタマイズしてください。思い出しおじいさんとは一番仲良くしておいた方がいいですよ。ゲットした野生の伝説が変化技しか覚えてなかったなんてこともあるからね。経験者は語る。よし、これでこの平原にいる伝説の誰かとバトルして勝てばいいのか。勝つことができたら、次のポケモンに移ることができます。ソルガレオ、君に決めた。さあピクセルモンを初の巨大マックスだ。炎技が巨大極炎になったぞ。技を選択したと同時に巨大マックスがスタートします。うっぱい、マリガードンの姿が変化した。これはすごい楽しみだぞ。楽しみすぎてヌオウになるぐらいにな。どうしてヌオウになるんですか。かっけー。なんだこのリガードンは。巨大マックスです。凄まじくかっこいいフォルムになってるじゃないか。元からかっこいいリガードンなのにさらにかっこよくなってどうするんだよ。メガ進化は2種類、そして巨大マックスも実装。リザードンの優遇具合がわかりますね。そしてソルガレオ難なく撃破。リザードンつえー。次に巨大マックスするポケモンはマホイップです。ガラル地方のポケモンは巨大マックスできるポケモン多いよね。ダイパリメイクで新王地方のポケモンもたくさん巨大マックス。そこはあんまり期待しない方がいいですよ。そしたらペル君が作ってくれるのかな。無茶どころの話じゃないですよそれ。マホイップはフェアリー技を巨大マックス専用技にします。となるとバトルする相手はやはりドラゴンタイプ。やっぱりそうなりますか。さすがにフェアリーとドラゴンの対面はフェアリーが圧倒的有利じゃないですか。もうちょっとバランスの取れた相手を探すというのも。いやそんなことは考えないよ。今回はとにかく伝説のポケモンを倒しまくるってことだから。今回主さんは無慈悲モードでした。マホイップの専用技は巨大断炎って言うんだ。自分と味方全員の HP を最大 HP の6分の1回復します。食べ残しの倍以上回復するのか。いまいちピンとこないけど。で、ケーキ。このサイズのケーキを食べ尽くすまで、一体どのぐらいかかるんだろう。巨大マホイップと同じサイズのケーキ食べ終わるまで何日かかるの。っていう企画どうかなペル君。主さんお腹空いてるんですか。空間の神も巨大ケーキの前では歯が立たなかったようだな。アレッパルキアがダイヤモンドドロップするのか。なんかややこしいな。
次のポケモンはラプラスです。はい、来ました。ありがとうございます。主さんお気に入りポケモンに入っていますね、ラプラスは。私はラプラスに乗って海を遊泳するのが大好きなんです。これは巨大マックスしたラプラスに乗って海を遊泳するっていうのも、巨大なラプラスが海を泳いだら終わりになりそうですけど、ラプラスの巨大マックス専用技は氷タイプですね。あれってことは絶対レイドも巨大マックス技になるのか、必中の一撃必殺技になるのかな？そんなチート技にはならないです。氷技ときたらやっぱりドラゴン。今回ひたすらドラゴンの伝説を倒しまくる感じなんですか？と思うじゃないですか。飛行タイプの伝説を倒すスタイルでいきます。あ、絶対レイドの巨大マックス技は一撃必殺じゃなくなるんだ。そりゃそうでしょうね。さあラプラスよ、その戦慄でイベルタルを粉砕してくれ。これ残念なのは技のエフェクトがないってことだよね。エフェクトまで追加されたらこのゲームとんでもないですよ。本当に巨大マックスできるだけで十分凄まじいけどな。美しい。ラプラスはどんなにでかくなっても美しいもんな。さすがポケモン界の美人担当ですね。ちょうどここのコブに乗って海を渡りたいよね。普通に落ちそうですけど、今のところ全員あっさりと勝ててるな。巨大マックスで HP が増大するのも大きいですね。今回は草からダイマックス雨が出てきてないから、巨大マックスした時の HP の増加幅も小さいけど、これが最大まで HP 伸びるってなったらさらに強くなるのか。伝説のポケモンに同情してしまうよ。さあお次はみんな大好きピカチュウ。ワンブロック分にも満たないミニサイズポケモンのピカチュウだけど、巨大マックスすることで伝説のポケモンなんて遥かにしのぐ。なんですかこの姿は。ピカチュウが巨大マックスするとこんなエスパーチックになるっけ？いやこれはバグってますね。巨大バグ中になったということか。バグっても伝説のポケモンはしっかり倒せます。さあどんどん行きましょう主さん。次は丸役デカ。ポケモン剣盾の旅パに入れてた人も多いんじゃないかな。炎タイプのポケモンを相手にする伝説のポケモンといえば、やっぱりソルガレオだよね。さあソルガレオ本日2度目の被害者です。被害者って言い方よ。丸役での巨大マックス、本当にでかい丸役でになったって感じだな。語彙力消失していますよ主さん。ここで最強ポケモンのエースバーン来ました。ガラル地方の御三家にも巨大マックスが実装されています。なぜ神王地方の御三家には実装されていない。例のごとくまたソルガレオが相手ですね。今回ワンパンしちゃったよ。エースバーンの火力高すぎな。ワンパンすると巨大マックスした姿を水に終わっちゃうんだよな。こういう時は一発攻撃を耐えてほしいんだよね。苦言を呈される伝説一族。エースバーンの下にあるのは何だいあれ。誰よりもでかいボールだけど、これを蹴って攻撃するってこと？相当なバカ力ですよそれ。ミュウツー相手にも半分以上ダメージ与えるもんな。それ以上にミュウツーのサイコキネシスが強いことがわかりましたね。ミュウツーは強すぎるんだな。巨大ゲンガーはギラティナとゴースト対決。巨大マックス技は相手を逃げれなくする効果があるようです。1ターンで逃げる野生のポケモンとかに有効そうだな。エムリットとかクレセリアとかワンタンしちゃいそうですけどね。次はブリムオンをゲット。次はブリムオンをゲット。ブリムオンは近づくとテレポートで逃げるので、遠距離射撃でゲットを試みましょう。このブリムオンもラプラスと同様美人枠だよね。人気が高いポケモンでしょうね。ここのチャンネルではラプラス推しがすごいですけどね。専用技の巨大天罰は、相手を確定で混乱させるみたいだな。必ず命中して、さらに威力が高い爆裂パンチみたいなもんでしょ？めっちゃ強いじゃんこの技。巨大マックス技は基本的にかなり強力ですからね。なんであんたは伝説に混じってるんだよレジギガス。バレたらしょうがないバトルしてやろう。とっくにバレてたけどな。自分を伝説のポケモンだと勘違いしている一般レジギガスですね。一般レジギガスってなんだよっていうか我も大きな括りにすれば一応伝説の類だからな。世間が認めてもこのセブンが認めんぞ。なんだよその謎のプライド。っていうかなんだ今回の相手。技を受けるたびにいろんな状態異常にされるぞ。バタフリーの巨大マックス技。巨大コアクは、毒、麻痺、眠りのいずれかの状態異常にします。なんともトリッキーな技でしたね。突然の解説者目線。ということで主さんお疲れ様でした。ここからは、巨大マックスした姿のポケモンを見ていきましょう。今回の草刈りで使ったポケモンが全てじゃないんだね。カメックスはそういう見方なんだね。そして巨大リガードン、いつ見てもかっこよすぎるなこの姿。私の中のお気に入り巨大マックスは、やっぱりリガードンとラプラスかな。皆さんの好きな巨大マックスは誰かな？コメント欄で好きな巨大マックスポケモンを共有しましょう。巨大マックスを知らなかった人も、今回の動画でパッと見どれが好きか考えてみてくださいね。こちらは巨大石炭山。巨大大王道。花がとんでもなく発達していますね。
胴体オッス。巨大アーマーガー。巨大カジリガメ、アーマーガーとのサイズ感の差がすごいな。ジュラルドンは高層ビルみたいになるのね。そしてモフモフ好きにはたまらない巨大 EV。アトラクション感がすごいゲンガースナイパーインテレオン、彼にもうちょっと強い特性を上げてください。そしてメガ充血したサンタクロースと徹夜してプレゼントを配りまくってたのかな。廃墟ダイラプラス美人ですね。かまぼこみたいになった巨大ニャース。その横にはキノコみたいになった巨大オルブ。ここは食品ゾーンなのかな。おっ、ピカチュウの姿、ここではバグってなかったですね。ドラマーに転職したゴリランダー。さあ、ようやく最後の巨大マックスポケモンに来ました。こう見ると結構な数の巨大マックスポケモンがいるんだな。ちなみにこちらはウーラオス連撃の方、一撃の方の方も巨大マックスはありますね。ということで巨大マックス紹介コーナーでした。これから巨大マックスポケモンを交えた企画もやっていきたいですね。例えばどんな感じの企画を。逃走中とかどうですかね。怖すぎるだろそれ。